九州から日本を元気に、福田健二の九州男児。女性も男性もそうかもしれないんですけど、やはり人生の幸せっていうのは何が欠けてもダメだと思うんですね。見てください、こちらにオフィスには珍しいものがあります。